皆さんこんばんは、千尋でございます。今日もね、エルダースクロールズオンライン、グレイムーアの続きの方をやっていきましょう。あ、豚っ鼻になっちゃった。まあ、前回に引き続き、ちょっと動画の方で、生放送ではなくね、動画の方で、録画の方ですね。で、ちょっとね、まあ、やっていこうと。まあ、時間的な、まあ、さっきの、さっきのじゃねえや。あの、前回のね、まあ、パブリックダンジョンの、まあ、回と、まあ、続きで撮ってるもんですから。まあね、引き続きちょっと動画の方で、皆さんにグレムーアをご紹介していこうというわけでございます。まあ前回の動画もそうですけれども、なんか気になることがあれば、コメントなんかに残していただければね、お答えできることはお答えしていきますんで、よろしければそちらの方お願いいたします。というわけでじゃあ行きましょうか。行きましょう。さて、ブラックリーチにね、ブラックリーチで儀式の地を探すということなんで、こちらの、中央の方の、まあ、ハイエルマーチの大リフトというところから、まあ、ブラックリーチに降りていこうかなと思ったんですけれども、目の前になんかね、ちょっとなんかあるんですよ。ストーンヘンジみたいなやつね。で、そこでちょっとクエスト受けられるっぽいんで、ちょっとこれをこなしてから、ちょっと行こうかなと思っています。イバラさん。はい、こんにちは。こんにちは。ちょっと笑わないでよ。笑ってない。大変なんだって。笑ってない。この荷車のことだけじゃなくてさ、でもあなたって経験ありそうだね。ブレートンだな。私運が良かったかも。助けてくれそうな感じだし、何か力になれるか。ドラゴンの使って聞いたことない？そんな変な古代にドラゴンを埋葬した場所。うん、知ってるよ。そう、それは遥か昔、ドラゴン戦争や竜教団の時代に。おっと、喋りすぎたかな。大丈夫、知ってるから。仕事は簡単。塚から拓本を取ってきてほしいんだ。拓本？それだけなら自分でやれないの？そのつもりだったさ、荷車を雇って準備もした。でもご覧の通り、全くダメ。なんでよ。自分でやろうとしたのが間違いだったのかも。フィールドワークの経験はあんまり。正直に言えば全然。でもあなたは得意でしょ。まあね。お金は払うから。わかった、拓本を取ってこよう。手伝ってくれてありがとう。心強いよ。2つのドラゴンの塚から拓本を取ってきてほしいんだ。1つはここから南、もう1つは東ね。ドラゴンに見える衣装のものなら最高だけど、どんなものでもいい。なるほどね。このドラゴンの塚が選ばれた理由は？ああ、それは簡単。大半の埋葬地はまだ埋まってて近づけないけど、この2つはたまたま地上にあるからね。なるほどね。求めている拓本がある可能性がある。私の研究が正しければだけどね。まだいろいろ話すことはあるけど、とにかくここから始めよう。ドラゴンの使いにはどのような危険があるの？ああ、全然全く予測不能。なんせ私フィールドワークなんてしたことなかったからね。それでよく来たの？完全武装してるのは念のため。でも役に立たなかったわ。冒険用の装備を買ってきたんだけど、全部無駄。とんでも不経済。まあ、竜教団についてはまあ知ってるからいいか。まあね、ドラゴンを崇める教団です。あ、なんか宝箱あるよ。ここなの？その前に。はい。ああ、ちょっと待って待って、いっぱいだったアイテム。ぬじめ、何か欲しいものはありますか？なんか書いてあるのと言ってるの違いな。まあ、いいか。もういっちゃおう。緑地のアクセサリーはもういいや。これもいい。本当はあの崩した方がいいんだけどね。なんか売っちゃダメなやつじゃなかった今。永遠なる活力だからいいか。冬の猶予は、あの杖だったら欲しいけど。どうしようかな。どの売っちゃいたいんだわ。永遠なる活力。まあいいか。ソリチュードの長弓、これはでもいいな。
これはもっとこう、ドラグル殺し。これもいいな。永遠なる活力の体験。これも売っちゃう。ケルバーンの棒、なんだろう、棒立て。これは永遠なる活力か、うん、毒もいいんだけど、これはムンダスが欲しかったからいいや。クリティカル耐性のは残しておこうかな。なんか PVP とか使えそうな気がする。あ、ムンダス冬の猶予、これ残しておきましょう。ハーシン月の指輪、うん、青が欲しい。あ、最低でも青欲しいから緑売っちゃう、うん、はい、これ大事。売っちゃダメ。あれだな、ロックしてないな俺、オートマトの盾。ちょっとごめんね、こんなの見せてて。何の冒険にも関係ない。冬の猶予の、あ、ちょっと待って、冬の猶予の杖、これ売っちゃダメだわ。これ残しとこう。靴もムンダスに恵まれてないからブロックか。リガートもいい、うん、まあ武器は残しとこうかね、うん。私はこれでお金を大体稼いでいく、うん。いらない装備をね、崩すんじゃなくてもう売っちゃう。うん、最近ね、入ってた、トレーダーギルドがちょっとね、解散したのか。うん、まあ私が長らく、まあログインしてなかったからね、まあ蹴られたのかわからないんですけども、うん。ちょっと外れてしまったもんですが、まあ新しいところを見つけるまでは、うん、ちょっとね、なんか、アイテムをね、うん、うまく、ギルドストアに出して売るみたいなことはちょっとできないんで、こうやって細かく売っていくしかないぞという感じなんです今。あ、でここじゃないんだな。ドラゴンの墳墓、大体はあれだね、まあよくある形のちょっと盛り上がった塚みたいな、中に入れるでも土が持ってあるだけなので、まあ見たら分かると思うんですけど、やってくれない。これだ、これが拓本、古代のレリーフ。ヌジ出したままにしようか。一緒に冒険しよう。で、逆サイド。なんかあれだね、この時代のこの辺りは、なんか、まがまがしさがなくなった気がするね。昔はもう本当にこの辺り、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、寄りつきたくないくらい、なんか気味の悪いとこだ。常にこう霧がね、立ち込めてて、それも全体的にじゃなくて低い、まあ、2メートル3メートルぐらいの高さのギリ、空は見えるけど前が見えないみたいな。なんだこれ、水袋。まあいいや、水はたくさんあるんですよ。あ、なるほど、そういうことか。クリストルバック、
や、違う。これだ。ドラゴンの墳墓。鳥ちゃんたちがここで。よし。クマが来るから逃げよう。やめて、もう。帰った。なんかまだクエスト受けれるんだな、この辺り。受けれるクエストはもうやってこうとは思ってるよ。うん、まだあるね。3個ぐらいね。うん、まだあるね。4つ。うん、5つ。これでもあれだな。あ、中にもあんだ。これでもあれだね。あの、デイリーのやつだね。まあ、本当にはもう余すことなく、スカイリムというか、このグレイムーアやってやろうかなと思ってますよ。やっぱりね、やっててね、こう、懐かしい気持ちになるというかね。どうしても。見知ったちですからね、ここはもう、本当に。だからこそもう本当に早くホワイトラン。早くというか、いずれ、なんかね、こう、宣言していただけたらなと思うんですよ。だから、ベス須田さんにはね、このオンラインで、行けない地域は、もう、なくすると。いずれはね、まあ、拡張パックどんどんね、連ねてって、このタムリエル全域に行けるゾーンを作りますよみたいな宣言が欲しいな。まあ、難しいだろうけど、そんなね。そうなるとさ、いずれホワイトランガーとかね、いずれマルカルスがとか、まあ、それだけじゃないよね、もっとね、他の地域も。例えばどこだろう、ソルスセイムとかね、うん、この辺りかな、この辺り。これがもしかしたらソルスセイム島かもしれないしね、うん、いやでもこんなタムリエルに隣接してなかった、うん、とこっちのバーデンフェルの方だったと思う。こっちにもね、あるよね、確かね。こっちは確かなんだっけ、テルバンニの一族が主に、この島とかそうだよね、確かね、テルバーニーの。あと、この辺りの地域とかね、うん、この辺りの地域は、エルダースクロールズ4の、オブリビオンの方で多分、出てくるようなところだろうね。うん、あと、あんまり、こう、ハンマーフェルがね、明らかになってないとか、ハンマーフェルの地域って、このセンチネル、アリクル砂漠と、あともうちょっとこのね、バンコライの南側、うん、この辺りね、うん、うん、ホーリンズスタンド、この辺りぐらいしかね、なくて、あ、もっとあんだ、これね、うん、ヒューズベインとか。ヒューズベインもでも、まあそっか、うん、これも、うん、あれだね、うん、ハンマーフェルの一部であります。こっちの方、もうちょっと、ね、うん、行けるようになったらな。あとこのアダマンチンの塔とかね、この辺りにあるんでしょ確か、うん、まあもう本当に全然もっとね、期待値高まる、ロケーションたくさんあるんですよ。またブラックマーシュとかも全然ね、北の一部と南の一部しかね、まだ行けてませんから。あともっと言うと、もうね、このタムリエル飛び出してね、アカビリとか、アカビルか、あとピャンドニアとか、あとアトモーラとかね、うん、タムリエル以外の大陸に、うん、行っても面白いですよね、うん、おかえりなさい、嬉しいよ。危ない目には合わなかった？私も一緒に行くべきかもしれないけど、足手まといだと思ってさ。で、そう、拓本は手に入ったかな？手に入れたよ。すっごい、これを自分で調べられるなんて思ってなかったわ。フィールドワークってとんでもすごい。
て、これで私の理論が証明されるといいんだけど。どんな理論？よくぞ聞いてくれたね。うん、つまりここのグリフは間違いなく神話記にノルドが含まれ、ああごめん、この話は飛ばすわ。うん、このシンボルは竜教団の石板にあるシンボルに似ているわけ。おそらくだけど、ドラゴンが塚から解放される速度を速める語符だと思う。いずれ解放されるってこと？そういうことなん？うん、きっとそんな感じ。うん、エルスウェアでは起きたでしょ。まあね、グリフは入手できたけど、もう一つだけ調査したい塚があるんだ。そっか、今回は私が自分で行かなきゃなんだけど、ねえ、まだ手伝ってくれない？一人じゃ自信がなくてさ。何をする必要があるの？この道を進むとドラゴンの塚がある。うん、とんでも大きなやつがね。うん、この理論を組み上げた時、結界呪文を作ったんだ。中に何があろうと永久に封印できるやつ。でも唱えるのがすごく難しくて、その間守ってほしいんだ。なるほどね。うん、なぜ早く計画を説明してくれなかったの？この最後の部分に確信がなかったんだって。なるほど。拓本で確かめなきゃならなかった。それに死んだドラゴンを封印する呪文を唱えるから手伝ってなんて言ったら、とんでも頭がおかしいやつだと思われるでしょ。とんでも好きなんだ。みんなそう思ってるんだから。特に私の師匠はね。師匠？誰かもしかしたら名前知ってる人なんじゃないの？本当に必要なの護衛が？確信はないけどさ、本当だったらどうする？まあね、証明されていないとんでも理論なのは分かってるけど、とんでも好きだ。万が一正しかったらドラゴンが目覚めちゃう。やってみるべきだよ。エルスウェアで起こった虐殺の報告は全部読んだ。あんな恐ろしいこと起きちゃいけない。やっぱりもうエルスウェアで起こったことはもうみんな知ってんだね。うん、本当にドラゴンがスカイリムを脅かすと思う？エルスウェアではそうなったでしょ。まあね、うん、みんなドラゴンは永遠にいなくなったと思ってたのに、あのでっかいトカゲは帰ってきて町を焼き払った。私が何もしなければここでも起きるかもしれない。うん、報告を読んだのか？エルスウェアでは何が起きた？あ、そうか、このキャラはエルスウェアやってないから知らない体なんだな。報告書だと、うん、エルスウェアで何が起きてドラゴンたちが来たのかは謎。目覚めるまで埋葬されてたって報告もあるけどね。でもエルスウェアにはここみたいなドラゴンの塚はないのさ。詳しいことが分かるまで攻撃される危険を冒すことはないよね。まあね、まあとりあえず封印できるんだったらした方がいい、あんなやべえものは。で、どこに行けばいいんですか？それはちょっと行ったら塚がある。あ、これか、うん、とんでもでかいやつね。はい、よし、じゃあ行ってくるよ、イバルちゃん。なんかあれだな、あの子は個性が強いから残りそうな気がするな。今後も別のエリアの拡張パックなんか出てきたり。とんでもでけえやつだよ。そんなんここにあった？なんだあれは。私はここ、待ってて。どこ？いたいたいた、なんかいたぞ今。よし、ここまではやばいこともなく来られたね。これっていい感じじゃない？まだ早いよ。この辺りは安全なの？ああ、緊張する。そう、近づかないとまだ分かんないよ、何が起こるか。ああ、あなたの言う通りだね。従うよ。でっかい虫とかに備えて探検を持ってきたんだけど、私、大きな虫を刺したことないんだ。ねえ、ベトベトする？ベトベトするけど、洗い流せるから大丈夫。なんだ、じゃあさ、洞窟に引きずり込まれてフロストバイトスパイダーにポリポリ食べられる話って、うん、子供に言うことを聞かせるための作り話ってこと？いや、本当のことだよ。待った、答えないで。なんで？はっきり聞いたら怖くて逃げたくなるから。ごめん、言っちゃったな。遅れずについてこいよ。ポリポリされたくなかったらな。塚まで行って。うん、
でもね、イバルちゃん大丈夫よ。完全に乾燥するまではポリポリされない。眉に閉じ込められて完全にミイラ化して干からびるまではポリポリされない。フロストスパイダーっていうのは人間をね、こうビーフジャーキーみたいにして食べるから大丈夫だよ。しばらくは生きていられる。そこでやるの。いいぞ。変わった力は感知できないか。いいんだか悪いんだか。ねえ、中に入る準備はいい？うん、行こう。中に入る。塚の中央に行こう。そこが私の呪文に一番いい場所。わかった。ちょっと待って、その前に食事食べさせて。ヌジーは帰っておいた方がいいな。なんかドラゴンと戦う的なことにならないよな、イバルちゃん。さあ行くわよ。よし。中に入るってこの中か。うん、別にこの塚の中に入っていくみたいなことじゃないね。心配ない、問題もなし。パニックになんてなってないし。なってるな。そこ。どこ？敵出てこなかったけど。うまくいったよ。うまくいったんだ。うまくいったと思う、うん、ゴロゴロならなかったし、爆発もなし。これなら期待できる。本当にそれだけでいい。でも反対あの呪文でかなり消耗しちゃった。ここを出るのに手を貸してくれる？わかった。道のところまででいいからさ、ついてきな。急ごう。ここで時間は使いたくない。なんか嫌な予感がするんだよな。でもだよね大丈夫そうだな。よかった。逆にドラゴン呼び戻しちゃうみたいなことなんじゃねえかなと思ってたけど、よかった。何事もない。本当に何事もないな。ただイバラちゃんを案内してくれる。どこまで行くの？案内表示出てないけど。大きな虫とかが出てくる前にさっさと動かない？分かった、さっさと動こう。場所を教えてほしいんだけど、どこに行けばいいのかみたいな。これか。これだな。これだ。食べられずに済んだ。済んだね。助けてくれてありがとう。現地調査がこんなに楽しいなんて知らなかったよ、うん、早く恋物収集家協会のみんなに話したいな。恋物収集家協会には参加してる。会ったかどうか覚えてないけど。え、そうなの？そうだよ。私新しいメンバーなんだ。私も新しいメンバーなの。最近入会したばっかり、うん、とにかくとんでも素晴らしいね。助けを求めた相手が偶然教会の人だなんて。教会からドラゴンの塚に結界を張るように依頼されたの？そうじゃない。ああ、ガブリエルは私の理論を完全に信用してなかった。ああ、そういうことか。あの人っていつもあんなにはっきり言うの？うん、私が直接行くんじゃないなら情報を集めていいと言われた。でも私、教会に自分の能力を証明したいんだ。はあ、問題にならなきゃいいけど。問題になると思う？いいえ大丈夫、うん、多分。私は大きな脅威になりそうなものに先手を打って対処しただけ、うん、悪いことじゃないでしょ。悪いことじゃない。見つけたことをガブリエルに説明しなきゃ。あなたへの支払いもしなきゃだしね。教会で会いましょう。分かった、そこで会おう。かわいこいないブレトンは本当に。なんかあれだね、恋物収集家協会の
コマーシャルみたいなクエストしたまあいいんだけど、何事もないしな。これなんだろうね、ピエトさん。魔術師ギルドで開かれてる非公式のドッグコンテストが来年ソリチュードに来るの。私は一番若いワグナーを連れていく。かなり期待できるわ。どれ、ワグナー。あ、ブリッジの中にいる犬かな。こうじゃなかったっけ。あれ、犬小屋なかったっけ。あれ、気のせい。あなたにもお酒を入手する別のつてがあったりしない？それともこのお酒を味わうべき？気のせいかな。ああ、トロールと取引しようかと思ってます。ボルジャー醸造所が再開したって聞いて嬉しいわ。良い蜂蜜酒は心を温めてくれるから。まあ、じゃあ行こう。それ中。結局寄り道が過ぎるね、いつも大事なんだよね。でもこういうサブクエストを一つ一つクリアしてって、サブクエスト全部クリアしてからメインクエストみたいなね。あのメインクエストクリアするとね、まあエルスウェアでもそうだったけど、あのクエストでね助けた人たちが、ね、最後お祝いに来てくれたりとか、うん、なんかちょっとね、あの他のクエストでつながったりとかあるんだよね。そういうのやっといて損はないですし、うん、何よりもやっぱこのゲームの世界観っていうものがこう広がっていくっていうのがね、自分の中でこう物語に触れていくことで。斧の絵が壊れてしまった。収集家協会、これどこに、いつもどこに立ってるか分かんなくなるんだよね。こっちか。ちょっと斧じゃねえや、弓を変えよう。オートマトの斧、盾。ちょっと鎧とシディープスラッシュパーマッシュ。わかりやすくていいね。上級王は最初あの不気味な狼の塔に隠れた。今度は町から逃げ出したらしい。これだ、ヌミダさんとも。ヌミダさん、お久しぶりです。あなたにはやることがたくさんあるでしょ。まあやってますよ。実際みんなとても忙しいのよ。でも最も見込みのある入門者のためだから、もう少し時間を割きましょうか。何か力になれることはある？いや、一応大丈夫です。すみません。ヌミダさんと話したかっただけです。なんか いろいろいるね、あの NPC が。話しかけていこうか。恋物収集家協会へようこそ。うん、何？君には骨がありそうだから、古代の遺物なんてすぐ見つかるさ。骨だけにな。あちょっとした恋物収集家のユーモアだ。我々もただ埃をかぶって書斎にいるわけじゃない。遊び心もある。それで誰だって？レジナス・ブーカだ。グイリム大学で准教授をしている。ベリタの旅仲間だが、知識に関しては対立することもよくある。なるほど。ベリタのことを信用していないわけではない。彼女は評判もいい。ただ公正さを保ちたいだけだ。ずっと一緒にいるのか。ああ、ベリタが嫌がるほどな。だが彼女には私のような怒りが必要だ。私がそばにいて事実を指摘しなければ、どんなバカバカしい論文を発表するかわからない。うん、なるほど。仕事上で無謀な立場を取るのか。無謀と革新的は紙一重だが、彼女の場合は無謀だな。一つ助言しよう。時間をかけろ。神々は人間とエルフに洞察力という贈り物を授けたが、その知恵によって災難にも見舞われる。どういうことだ？証拠を見つけて結論を導くということだ。結論を出してから証拠を求めるのではなく、うん、
冷静に、公正に、客観的に研究すること。それこそが真の学者の目的だ。なるほどね。言ってることは分からんでもないけど。教会へようこそ。私は教会の風変わりな会員。どこか奇妙で、それでいて信憑性のある歴史理論に関心があるなら、とにかく私に聞いて。なんか特徴的な人だな、みんな。車椅子なんだね、この人ね。足が不自由なのかな。ああ、あなたね。心配しないで、お金は払うからさ。メモを書き上げてたんだよ。正直言うと、自分の理論に前ほど自信を持てなくなったよ。自分の呪文がちゃんと働いたかを知る方法なんて本当にあるの？試す方法は？どうだろう。いい？私の理論は塚に埋められたドラゴンが死から蘇るっていう考えをよりどころにしてる、うん、死霊術師が人間の骨を蘇らせることは知られてるし、うん、ドラゴンでもできたって不思議はないでしょ。やってるやつはいるよ。私の結界はそれを止めるものだよ。なるほどね。あの、悪用されないようにってことね、資料術師に。それはいいことなんじゃない。でも確信はないんだろ。悔しいけどね。理論を盤石にしようと徹底的に調べたけど、うまくいくかどうかは出たとこ勝負。何か反応があればよかったんだけど、何もなかった。あなたはどう思う？私が発見したことを教会にどう説明したらいいと思う？なるほどね。慎重に進めた方がいいんじゃないかな。やったことは伝えるべきだけどね、結論に飛びつくべきではない。確かに気に入らないけど正しい、うん、ちゃんと結界を作った自信はあるけど、不確定要素が多すぎる。まあね、自信過剰だとか無謀だとか思われたくないしね。分かったことはガブリエルに全部伝える。でもどうするかは彼女に委ねるよ。うん、賢いように思えるよ、その方が。さあ、勇気を出して私の発見を報告しなきゃだ。まずはガブリエルに指示に逆らったって伝えないと。ああ、きつく言われなきゃいいけど。話を聞いて協力してくれてありがとね。んでよ、頑張って。ああ、待って。話はまだ終わってないよ。報酬払うって言ったでしょ。忘れてたね。私は約束を守るブレトンなの。あまり多くはないけど受け取って。あとはドラゴンがソリチュードに飛んでこないことを祈ろっか。いずれ飛んでくるけどな。ポイブツ収集家協会のこと、いろいろ助言をありがとね。また一緒に冒険できたらいいね。発見したことはいつガブリエルに伝えるの？少し時間を置くつもり、準備もせずに行ったら単なる先走った新参者って思われそうだし、ちゃんと全体を見て説明できるように自分の研究をまとめなきゃ。私が変な思い込みをしてるわけじゃないってこと彼女に知ってほしいからさ。それからどうするの？できれば私の理論に評価すべき点があるって認めてもらいたいな。彼女が求めてる事実が全て含まれちゃいないだろうけど、それは単にもっと調査が必要ってこと。ひょっとしたらフィールドワークの続行に同意してくれるかも。なるほどね。そしたら今度は経験のある人の助けを借りてじっくりやるよ。その時は手伝うよ。じゃあ行きますか。寄り道もしたし、まずはモーサルにもう一回戻って、さっきのところからだね。あ、また読み込みが甘くなっている。なんだろうな、これ最近になるようになっちゃったな。グレームーアを始めてからかな、これになるようになった。なんかアドオンが関係してたりとか
すんの？いや、そんなことない。ただ、PC 側の問題。まあ、さっきから続けて動画撮ってるんで、何か溜まってるもんがあるのかもしれないね。それを一回オフってってやらないと、こんな感じになるのかもしれない。まあ、ブラックリーチ行ったらちょっと変わんじゃないですか。よし、じゃあ行きましょう。ブラックリーチ、グレイムーア洞窟。ブラックリーチは伝説上の存在であり、スカイリムの地下に広がる長く忘れられたり予期である。そこには恐ろしい獣とより恐ろしい秘密が隠されている。西スカイリムの地下に広がる洞窟にはグレイムーア光さんの行動や闇の月の洞窟ダスクタウンが含まれている。ね、ここあれだね、一番最初に試しでちょっと来てみたとこだな。ね、この宮殿が、グレイムーアの砦があるところですよ。そこに、まあ、とりあえず行きましょうか。これなんだろう、吸血鬼の餌場を浄化する。これ、デイリーかなんか、昔に受けた、昔っていうか、始めたばっかりの時に受けたやつが残ってんだね、これね。なるほど。とりあえず、場所に行こう。降りるか。いやー、近くで見るとすごいな。まずここ開きましょう。あ、ごめんなさい、マイク叩いちゃった。で、その辺りにいる。リリスとフェノリアンとスバナ。それは不吉ね。しかも予想通りなら、あれはソリチュードの真下にある。真下にあんの？あ、まあでも確かにそんな感じするね。あれが標的よ。儀式の場所はあの不気味な建物のどこかにある、うん、あんたが来る前に辺りを偵察しておいたけど、グレイホストの軍勢だらけ。おそらくスバーグリムもラダールサランもこの中にいるわ。では向かって片付けよう。焦らないで。全員で駆け降りたら崩壊に飛びかかる雪熊みたいに狙われる。なるほど。あんたが先に行って入り口に続く橋を渡って。守りは固いけどあんたならやれる。他の道を選んでもいいけどね。他の道について教えてくれ。外庭に水門があるわ、うん、砦の東壁で隠れている。なるほど。こっそり進めば手薄な警備は突破できるわ、うん、門を開くには鍵がいるけど、見つけるのはそんなに難しくないはずよ。なるほど。橋を正面突破するか水門から忍び込むか、選択肢ははっきりしているようだな。何が得意かは自分で分かっているでしょ。分かっているよ。任せるわ。でもどちらを選ぶにしても急いで。奴らが町に送信の嵐を放つ前に、儀式の場所を見つけて魔女の長槍を何とかしないと。分かった、中に入ろう。私の気質から言えば、もちろん水門から入っていくんですけど、やっぱりノルドのバルバラ・グレイメンですからね。もちろん正面から堂々と敵を投げ払って入っていきますよ。バカ。よし、来いよ、全部。お前、あと。
なるほどなるほど。あれ犬が来ないぞ。まあいいんだが、来なきゃ来ないでいいんだ。いや足らんよ。あ、来るんだ。ここは来るんだ。じゃあ逃げてんの。よし、みんな来るかな。もういいのか、行っちゃうぞ。よい。グレイムーアの砦に入っていいんだね。よし、入るぞ。入り方が違うのか。さすがにそっから入っていくわけに。よし、よし、なんで君たちはここにいるんだ。加わってくれてよかった。どこから来たんだ。わからない。このフラスコをどうすればいいの。敵に出くわしたら足元に向かって投げるんだ。それからすぐに離れろ。それでいいの。グレイムーア砦、ブラックリッジのグレイムーア洞窟にあるこの古い、建造物はドゥエマーが地下都市を建てた時代から存在している。建設に使われた石には大いなる力が残っており、原始の吸血鬼が石に何らかの力を。手分けして儀式の場所を探す。妨害しないと。分かった。分かれるのか。確かにそうするべきだな。私は友人と行こう。そうしてくれ。あれ、本を調べたいんだが。じゃあリース、スバナを頼むぞ。何かいるよ。レイブンウォッチの錬金術師。あ、なるほど、フェノリアンのことか。他のプレイヤーが連れているフェノリアンは私にはああいう風に見えますよということです。ちょっとちゃんと調べた方がいいな。ここも行けるんだよな。ではそこから入ってきたんだ。そこね。あ、これ正面の入り口だ。出るのはできるね。本を調べます。何か別に何もなかった。ガーゴイル動かないよね、これね。だいたい吸血鬼の住まうところのガーゴイルなんてのもは動くもんですよ。これは誰。これは重要そうだな。我が愛おしきエグザーチ。ちょっと読みますか。戦場を共にした仲間、戦場を共にした愛する仲間のことを考えなかった日は一日もない。コールドハーバーで、なんだろうこれ。何にまれた。彼らは果てなき愚者ストリキによる契約の文章に、あ、文言に苦しめられている。手配には、英語と思える時間がかかったが、もうすぐ彼らをあの忌まわしい穴から解放するつもりだ。全員を一度に吸収したいのは山々だが、まずは足がかりを作る必要がある。そうすることでグレイホストの帰還が確実になる。彼らは我が体、我が力である。この戦略は我が仲間を自由にするだけでなく正当な報酬を与える。ああ、エグザーチよ、ハイヨル黄昏のエッゼ、我が王冠にして栄光。
最初にして最大のもの。ツィンガリス、我が頭脳、常に、思考を続け、我らが再生の謎を解き明かす。赤い眼差し、我が右目、過去の過ちを物欲しげに眺める。セレブルルーヤック、我が左目、誇り高く未来を見つめる。ブラザード、我が下、我が真理を外の世界へ、ささやく。赤爪のウルフラ、我が背骨、あらゆる風に立ち向かう。クラグレン、我が右腕、敵を追い払うために構えている。ウルスグリムランターン、我が左腕、恐ろしくも素早い。恐ろしくも素早い制御をもたらすために掲げられる。ディルジのベム、我が吐息、私のあらゆる部分に命をもたらす。オオネズビ、我が筋肉、私の愛するすべてのものを一つにまとめる。カイア・アベルニコ・サンクトゥス、我が骨、我が力の、堆積。リティア・ロングステップ、我が、カッポ、私を目的へ近づける。これら12の者たちが最初によみがえり、新しく再生されたグレイホストのリーダーとなるだろう。だがもう一人、名を書き記すことを思うだけでも手が震えるほど深い裏切りを犯した者がいる。私はかつて仲間の中で最も偉大な者として彼を愛した。今では憎悪しか感じない。私は奴を13人目の仲間を探そう。私は奴を13人目の仲間を探そう。自由のためでなく、報いさせるために。彼は我が心臓、悲しみによって壊れ、もはや修復は叶わぬ。誰なんだ、誰のことなんだろう。裏切った吸血鬼。ペンも何か見つけたな。この本の筆跡には見覚えがある。ツィンガリスの字だ。他にも研究していたんだな。送信の嵐、魔女の長槍、ネザールート州、これら全てがグレイホストにどう役立つかについて。ここで新しい発見はあったか。これは役に立つか。推測と呪文を飛ばして、何だと。これはグレイムーア全体にルーンを配置する指示だ。隅から隅まで。信じられない。この塔全体が魔女の長槍なんだ。それはつまり、さっき感じた魔法だが、覚えがあったのは送信の嵐に使われた魔法だったからだ。わからないか。この砦全体が儀式の場所なんだ。奴らはこの塔を魔女の長槍に変えた。だがこの規模は想像を絶する。巨大な魔女の長槍の目的はどうやって破壊すればいい。この塔を破壊できる自信はない。上へ進もう。儀式を止める方法を探すんだ。おそらく連中が何をしようとしているかは分かった、ツィンガリスは送信の嵐を使ってコールドハーバーからグレイホストを解き放つ方法を見つけたんだ。なるほどな。送信の嵐を利用する？どうやって？送信の嵐は生命力を奪い取り、その力でグレイホストの魂をコールドハーバーから肺の整骨箱へ引き入れている。全く見事なものだ。魂を再び蘇らせる方法はあのストーンハスクと関係があるんだ。なるほど。その本に他に重要な点はないか？あったとも。そんなことない。どうやら送信の嵐の力を反転させることで送信から回復させることができるようだ。この記述が完璧なら、あとは研究と実験と時間さえあればいい。残念ながら今はどれも無縁だが。なるほどな。とにかく進むしかねえんだな。ハルコン卿はこの時代には生きているのかな。この時代にもう吸血鬼としてねえ生きているのかな。グレームは砦の広場。あそこよ。どこ？リリス、ツバナ、この塔全体が魔女の長槍なんだ。そんなことありえるの、フェン？
焼けるぞ。父様がいた。こっちよ。何かやってるぞ。苦痛も家庭の一環だ、スバーグリム。なんと素晴らしい我が主よ。グレイムーアと一つになれば嵐を操るのも意のままだ。立てスバーグリム、ソリチュードに嵐を解き放つのだ。その時こそ最後のグレイホストが蘇るだろう。灰の王はスバーグリムを送信の嵐の中心にしている。塔の上に向かっている。追いかけましょう。わかった。どうやって行くんだ。こっちだな。でもここね、ベントその階段を行って、私たちはこっち。わかった。下に降りるぞ、これ。見ろ、灰の整骨箱だ。どれ。大きいぞ。これか。町に解き放とうとしている嵐のようだ。どんどん行けばいいんだな。回廊は上へ伸びている。スバーグリムとラダールサランの元に行けるはずだ。何か調べるべきものは。アイスイチ魔術結社の魔法は荒削りだが効果的だ。なんか言ってるぞ。ガーゴイル、ほらやっぱり。どっちに行くんだ。ガーゴイルの方だな。やるしかないか。後ろ向いてる隙に、後ろ向いてる隙に。よし、私の方が一味も二味も。デリス、奴らがいた。上だった。よし、グレイホストは戦争を始める準備をしているようね。どうして見つからずに来れたんだ。まあいいだろう。細かいことは気にしない。我が指を刺そうとまたしてもトゲが生えてきたか。障壁、そしてラダールサラン。どうしたらいいの。ラダールサランと話す。情妙のものよ。貴様のしぶとさにはへきへきする。貴様は我が同胞ツィンガリスとウルフラを殺めた。この手で解き放った彼らを貴様がモラグバルのもとへ送り返した。この罪の報いしかと受けてもらう。では障壁を解除して終わらせよう。貴様の骨からその肉をそぎ落としてやりたいのは山々だが、それよりも差し迫った用があってな。だが覚えておくがいい。送信の嵐がソリチュードの命を奪った時、私が味わったそれぞれの死を貴様にも全て味わってもらう。そうだ、貴様が倒れる時。そんなことはさせない。威勢がいいな。だが無駄だ。スバーグリムは立ち上がる。送信の嵐と共にな。同調が終わればもはや奴を止められるものはなくなる。どうなってるの。あいつ一体何を。砦に流れる力をスバーグリムと一体化させ、嵐を操る術を与えたんだ。元に戻さないと。私も手伝うわ。リリス、あなたたちは上へ父様を探して。こっちか。いけないの。いけない。これはもしかしたら。
これは？うわ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 。ストーンハスクがたくさん並んでいるよ。あ、降りなきゃダメなんだな、これ。ここから。なるほど。襲ってくるだろ、これ。あの力で奴らは目覚めた。準備はいい？分かっているよ。どっちに向かっていくんだ。よし。あ、まだ行くのかい。よし。とりあえず後先考えず進もう。止まらないで。囲まれる。分かっている。あと少しだよね。行き止まり。呪文を止められなかった。どんどん強くなっているわ。どうしたらいいの。あの塔だ。上層につながっているに違いない。これ扉を開く時間を稼いでくれ。分かった。みんな剣を守って。どれから来るんだ、どれから来るんだ。よし、お前か、今度近い。やった。行けた。よし行こう。やったわね。上層に行きましょう。分かった、先行け。急いで。さて次は。ガゴイル、ガゴイルだ。揺れがひどくなっている。また魔法。殴れるものにしてよ。まずい、アルサランの魔法だ。動機が終わりかかっている。行くぞ。父様を探しましょう。リリス、フェンと向こうを。私たちは反対へ。同調は終わったぞ、スバーグリーム。グレイムは砦はお前と一つになった。どこで話してるんだ。力だ、力を得た。私は無敵だ。トリチュードの送信を任せよう、小さき王よ。あれ？私動いてなかった今。で、お前なんだ、汚ねえ。行くぞ。もうダメだ、男。これだけ登ったのに、まだ地下なのね。まだ先があるのか。いろいろ調べたいけど行くしかあるまい。ナイス、クマちゃん。勝利の瞬間に私を見捨てたな、ラダアルサラン。一体何を企んでいる。企む？お前には力を与えた。スカイリムを征服できぬのなら、その責任はお前にある。さあ、狼の塔に登り、強力な送信の嵐を解き放つのだ。グレイホストは頼りにしているぞ、小さき王。ドール城につながっている。父様、一体いつから計画していたの。待って。まあ、声を追ってきたけど、
あ、ちょっとよ。どうしたの、フェン。いや、なんでもない。とにかく下を見るな。うわー、すごい高い。いや、すごいな。ドル城。それ中とでも最高の建造物であるドル城は現状な、あ、現状ない。頑丈な壁の中に、壁の内に特徴的な場所を含んでいる。古代の砦、神々の聖堂、新しい狼の塔なのだ。なんかこのドル城が、ね、アダマンチンの塔だったり、ね、白金の塔だったりの、先頭に、一番ね、てっぺんのところにちょっと似てる形が。この送信機だ。スバーグリムがドール城に連れてきた送信者の慣れの果てか。当たるのダメージ、当たらない。送信機、まるで血に飢えた猟犬ね。この先は聖堂の使い。よし。あれ、来たことあるぞここ。ポテマを召喚せよの時に通ったような気がする。あー、懐かしい。そうね、八大神ここにたた、ね、ほら、そう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 、そうなんです。モラグバルだけ、モラグバルに変えられてるね、何かを。連中はここに何をしたの。まあよからぬことだろう。送信の嵐が始まる。始まっているぞ。狼の塔の上だ。嵐は部分的にしか発生していない。聖堂の下に送信機がいる。奴らが町に逃げ込んだら。それは私と防ぎましょう。姫を連れてスバーグリムを片付けて。これあれだね、帝国の皇太子とこのなんだっけ、海運業の娘さんが結婚するみたいなところで式挙げたね。それをなんか暗殺するみたいな闇の一党のクエストあったな。隠れて。送信機だ。解き放たれた。塔に行ってスバーグリムを止めて。わかった。門は任せて。一緒に行くわ。階段を登って。それ中途が。ここから出してくれ。やらせんぞ。どっちか。狼の塔。ああ、ここだ。娘よ、我が新しき力を見に来たのか。ラダ・アルサランから信じられぬほどの力を受け取ったのだ。これ穴じゃない、ガラスの塔。さあ見るがいい。あらららら、らやるんだな。よし、やろう。何かあるな、これギミックが。
よし、もう勝てるぞ。どうして民にこんなことを。これでとどめを刺す。すまない、やってよかった。あれは母様のため、ソリチュードとスカイリムのあらゆる魂のためだ。あなたの野心と欲望が何をもたらしたのか見てみなさい。急ぎましょう。喪失の嵐止まったの？スバーグリムを倒しただけだ。まだどうなるんだこれから。それは何だ。これか。これはね、エボンハートパクトの体験。でもなんかみんないつも通りの生活を始めてるな。急に。どこ上。中なのかな。あ、そばのあそこにいたわ。父はグレイホストに手を貸し、すべてを裏切った。あの男が倒れればソリチュードは救われる。いや、まだだよ。終わったわ。父を撃ち、送信の嵐を阻止できた。町は生き残ったし、スカイリムも無事。狼の塔はもう修復できないかもしれないけどね。大丈夫か、スバナ。大丈夫。ただ許せないだけ。父様は西スカイリムの上級王、いつも国と民のことを優先していると思ってた。でもあの人の心にあったのはただの闇、嫉妬、恨み。スカイリム全土を支配したいとでも思っていたんでしょう。ではグレイホストに参加したのは力を求めてのことか。父はあの強欲なスバーグリムは力を望んだんだと思うわ。ただラダールサランとグレイホストの狙いは何なのかよくわからないわ。あの人のことはもういい。私はすべきことをしないと。父がいない今、誰かが混乱を収拾して国を立て直さないと。何かするべきことはあるか。まず西スカイリムに尽くしてくれた感謝の印としてこれを受け取って。お、なんかあなたがいなければ私たちは敗れていた。あとは友人たちの様子を確認しないとね。怪我は手当てして、建物は修復して、他の傷は癒えるまで長くかかると思うけれど、やるべきことはすぐに増えるでしょうね。これは何だろう。ラダー・アルサランとグレイホストの企みが何だったにせよ、西スカイリムは最悪な状況を脱したと言って良さそうね。父様、あ、いえ、なるほど。スバーグリムが倒れ、この地への影響力も一掃されたわ。もうソリチュードの支配者になったのか、スバナ。正式には違うと思っているわ。私の周囲の世界が全て崩れたように感じるけれど、町はまだ残っている。それを守らないと。友人たちの方がもっと心配。リリスとフェノリアンはまだ送信機の群れを食い止めてくれている。ほとんど忘れていた。無事に中庭を守りきって怪物を町に寄せつけずにいられたならいいのだけれど。無事だったら二人の様子を確認してきて。私は考えを求めないと。今ソリチュードは統治者たるスバナ姫を必要としている。でもね、私にはまだ心の準備ができていないの。とにかくリリスとフェノリアンを探そう。ありがとう。できる限りみんなを助けてあげて。私もそうする。終わったら合流してくれる。この後どうするべきか相談に乗ってほしい。危険すぎたと思うか。そう願いたいわ。もう十分に戦ってきたもの。何が起こったのか自分の目で確かめないと。父が招いた苦しみを取り消すことはできない。でも償うことはできる。
少なくとも償おうと努力することはね。うん、誰かがリリスフェンの剣を探し出す。何の用だ。入れないんだよね、もうね。下にいるっぽいな、なんか。中に、どっかから中に入れるぞ。聖堂かな。あ、聖堂に入れる。リリス、教えてくれ。この中で私の血はどれくらいだ。心配するほどじゃないわ。どうした、大丈夫か、二人とも。やったな。もちろん信じてはいたが、何しろ先行きが暗すぎたからな。送信機の群れに何が起こった。できるだけ長く門を守っていた我々に送信機は爪と牙で怒涛のように襲ってきた。突破された後もリリスは波をかき分けるように敵を切り刻んでいたんだが、それでも流れは止められなかった。それで何があったんだ。実はよく覚えていない。私は暴走していた。内なる獣を解放したんだ。ひたすら敵を切り裂き続け、そしてリリスが剣の裏で私を殴り倒した。少なくともそこまでは覚えている。ひどい体験だったが、とにかく生き延びた。なるほど。それでこれからどうする。もちろん霊薬が最優先だ。送信の嵐が脅威である限り、それを防ぐ手段が必要だ。その後にグレイムーア砦で入手した記録を調べたい。あそこにいる送信者たちを直す方法がまだあると思うんだ。送信機はどうだ。残念だが救える望みはなさそうだ。彼らの生命の力は吸い尽くされ、野獣に変えられてしまっている。私の力では彼らを元に戻すことは不可能だ。だが送信者ならばまだ手遅れではない。他の人々は霊薬で守られているのか。十分な数を生産できればな。うん、霊薬がスバナを守ったところを見ただろう。まあね。さてフラスコはどこに置いたかな。それで終わったの。スバーグリムはどうなった。スバナはどこ。スバーグリムは死んだ。スバナは無事だが落ち着く時間がいる。リリスの様子を見るように頼まれたんだよ。肉親の裏切りの傷は剣の傷より深いものよ。でもスバナは強い。みんなが考えているよりも。そしてソリチュードにはこれからあの強さが必要になる。耐えられると思うか。まさか寂しいトロールであった酔いどれネズミを私がこの地の指導者に押すなんてね。自分の正気を疑いたくなるけど、私の王だって詩人だし文句は言えないわ。とにかく私たちも何か生産的なことをしましょう。作戦はあるのか。死者の間のみんなが無事かどうか確かめて、私はドール城が大丈夫か見てくる。分かった。送信機の群れに何を送った。これ見たな。よし、じゃあちょっと今回も短いですけども、区切りがいいんでここまでにして、次回ね、この続き、まだ多分続きがあると思うんで、次があるというかね、まだラダールサランだっけ、うん、まだ彼のね企みは、うん、まだ続くでしょ。彼が生きている限り、本当の、ね、真の平和が訪れるまで、このスカイリムで、ソリチュードで、いや、西スカイリムで、戦い続けていきましょう。というわけで、じゃあ今日ここまで。長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴の方をお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ご機嫌さよなら。お疲れ様です。ちょっと、間違っちゃった。
to the beauty of dawn.